1798年7月15日の海戦は、フランス革命戦争中の小規模な海戦である。スペインの地中海沿岸の沖合で、マンディ・ディクソン艦長指揮下のイギリス海軍の戦列艦ライオンと、フェリックス・オネール巡将指揮下のスペイン海軍の4隻のフリゲート艦隊が戦ったもので、ライオンは、イギリスの地中海艦隊のうち、ジョン・ジャービス中将から地中海西部方面に、 派遣されたうちの一隻であった。ジャービスは1798年の春、ポルトガルのタホカワを拠点にしていた地中海艦隊の指揮官だった。スペイン戦隊はその7日前にムルシアのカルタヘナを出航した襲撃隊であったが、襲撃は不成功に終わり、本拠地に戻る途中にイギリス海軍から妨害を受けたのである。スペイン艦4隻すべての重量は、 イギリス艦のそれに勝ったが、ここではライオンよりも弱く、オネール巡将は4隻の間で戦術の共同がうまくいくかを確認していなかった。結果として、スペイン艦サンタドロテアが戦列から離れ、ライオンの攻撃を受けることになった。サンタドロテア以外のスペイン艦はこうそうすることはなかったものの、イギリス艦めがけて長距離砲を放った。それにもかかわらず、 孤立したサンタドロテアは早々と降伏せざるを得なくなった。オネイルは結局は他の三艦をカルタヘナへと向かわせた。サンタドロテアが無抵抗であったため、ディクソンはこの艦を我がものとすることができ、カディス沖のサンビセンテ艦隊に送り届け、その後イギリス海軍がこの艦を購入した。ライオンは1798年いっぱい地中海に留まり、 その後マルタとアレクサンドリアの封鎖に加わった。その年が終わるまで、スペインの港は、イギリスの艦隊により念入りに監視が続けられたため、スペイン艦は、航海に出られなかった。サンビセンテ岬における、スペインの降伏。中央の剣を受け取っているのがネルソン。1798年初頭、地中海はことごとく、フランス海軍と、 その同盟国の軍隊の支配下にあった。同盟国の一つであるスペインは、フランス革命戦争中の1796年の終わりにサンイルデフォンソの条約で、フランスの味方についていた。このため地中海に展開していた、ジョン・ジャービス中将指揮下のイギリス軍は、深み港への入港を阻まれ、十分な物資を得られず、友好的な闘病地としては最も近くにある。 ポルトガルの他国側の川口への撤退を余儀なくされた。撤退せざるを得なかったものの、ジャービスの艦隊はスペインには敗退しておらず、その前年である1797年の2月14日のサンビセンテ岬の沖合での海戦では、スペイン海軍に勝利を収めていて、4隻のスペインの戦列艦を打破していた。スペインの大西洋岸には封鎖が敷かれており、特に 南部の大きな艦隊の白地であるカディスでは大規模な海上封鎖がされていて、スペイン軍はその年いっぱいは二度と封鎖を破ろうとはしなかった。1798年が明けて間もなく、セントビンセント伯爵に助釈されたばかりのジャービスの元にある噂が届いた。ナポレオン・ボナパルト将軍指揮下のフランス軍が地中海沿岸の軍港であるトゥーロンの近くに、 集まってきているということだった。同じような噂が、ロンドンの海軍本部にも届き、そのため、セント・ビンセント・ハク・ジャービスは、保冷書、ネルソン少将に3隻の戦列艦をつけて、フランスの動きを監視に派遣した。しかし、ネルソンの到着は遅すぎた。フランス艦隊は等に出航していて、3万以上の兵を乗せて、地中海東部に向かっていた。ネルソンは、 ジャービスがよこした10隻の戦列艦からなるトーマストラウブリッジ艦長指揮下の艦隊と合流しフランスを追跡したがフランス艦隊はマルタを攻略するまでは彼らがどこに向かっているのかを知り得なかった10日後ナポレオンはアレクサンドリアに向かったこれはナポレオンの作戦の2次段階でネルソンの艦隊は夜のうちに無意識にフランス艦隊とすれ違い イギリスはフランスに先んじてエジプトに向かいはしたが、しかしナポレオン到着の前に出航した。ネルソンが地中海を横切っている間、ジャービスは地中海西部のフランス艦隊不在を利用して新しく到着したイギリス艦をこの海域で配置に着かせた。このうちの一席に64門艦の戦列艦ライオンがいた指揮官はマンデー・ディクソンで、 トラウブリッジの艦の一隻の大役として、この年の初めにジャービスの艦隊に派遣されていた。ライオンはまず、スペインの地中海岸を巡回するように命じられ、ムルシア州の港カルタヘナの南西97マイルを航行した。この海域の南西に7月15日の午前9時、4隻の艦のほかげが認められた。セントヴィンセント伯爵、ジョン・ジャービスライオンが認めた。 この4隻は7月8日にカルタヘナを出港したスペインのフリゲート艦で出港後地中海で短期艦商船の襲撃作戦に出たが失敗に終わっていた。各艦が34本の大砲を備えており着弾の重量はライオンの678ポンドに対して約180ポンドだった。ライオンの姿を見つけたスペイン艦は戦列を組んだ。 戦闘が、フェリス・オネール准将の機関で、艦長、フランシス・ビリアミュルの指揮下にあるポモナ、続いて、クエビアル艦長のプロセルピナ、マヌエル・ゲラーロ艦長のサンタ・ドロテア、そして、ディーム・エラーラ艦長のサンタ・カシルナが続いた。ディクソンは、敵艦と一戦交えようと奮い立ち、艦の動きを止めて、風上にいることを確認した。おそらくこれでディクソンは、風折りしての戦術により、 自分の好きな時間にスペインを攻撃することが可能になった。リオを得たディクソンは迎撃を準備していたスペインのフリーゲート戦隊を圧倒した。スペインのフリーゲート艦の一隻であるサンタドロテアは海戦ゴマもなくしてトップマストを失い、その結果他の三隻よりも動きが遅れた。他の三隻に追い越され艦長のゲラーロは時間が ライオンによって孤立させられるという危機に瀕しているのが分かった。それというのもサンタドロテアと他の三隻の間に急速に開いた空間にディクソンが火事を切っていたからだった。オネエルは前の三隻に方向転換をしてサンタドロテアの防御に回るように命令しライオンの近くを横切って11時15分に凄まじい放火を浴びせた。ライオンはこれに応えたがスペイン艦は すぐさま第二弾を打ち込むことはせず、前方へと進み続けた。ディクソンのライオンが、ノロノロと進んでいるサンタドロテアに近寄って、行ったからだった。ゲラーロは、ライオンを阻止しようとして、友の部分に備え付けてあった、完備砲から、ライオンに砲撃した。これによりライオンは、偽装に、かなりの損害を受けた。ライオンが、サンタドロテアとの距離を詰め始めたため、 オネールの艦はそちらへと戻ったが、三隻のスペイン艦がライオンのそばを通り過ぎた時にはかなりの距離があり、スペイン戦隊の片原生者は役に立たず、再びライオンの砲火を浴びることになった。ついにディクソンはライオンをサンタドロテアに横付けし、猛烈な砲撃を浴びせることに成功した。これに対して、デラーロも片原生者で応戦した。しかし大きさにおいても、 力においても勝るイギリス艦ライオンは、立ちどころに大きな損害をサンタドロテアに浴びせることができ、数分間の間にサンタドロテアの水マストは倒れ、メインマストと縄橋後はかなりズタズタにされた。サンタドロテアが進路を外れたため、オネールはサンタビライオンとすれ違った。その前に通り過ぎた時より距離が長くなっていたにも、かかわらず、またも片原生者を浴びせて失敗し、 そして再びライオンの放火を浴びることになった。オネールのサンタ・ドロテアを救おうとする試みは失敗に終わり、三隻は向きを変えて砲を張り、13時10分にカルタ・ヘナを目指して出版した。ゲラーロ式下のサンタ・ドロテアはライオンによって孤立し、困難な立場に追い込まれた。ライオンはゆっくりと漂流しているサンタ・ドロテアの方へ向かった。ドロテアは幸福の印として、 ユニオンフラッグを逆さまに掲げていた。1847年のナバルジェネラルゴールドメダルの表面短い戦闘の間にサンタ・ドロテアは大きな損害を受け371人の乗員のうち少なくとも20人が戦死して32人が負傷していた。対照的にライオンでは負傷が二人きりで水兵が一人片足を失いミジップマンが肩を打たれたにとどまった。 ライオンの偽装はひどく破壊されていたが、構造の上では、この損傷は全く問題なかった。打破したスペイン艦の安全を期するため、ディクソンは、翌日、広範囲にわたるサンタドロテアの修理を行い、叱る後に、カディス沖のジャービスの元に届けさせた。サンタドロテアは、イギリス海軍に購入され、36門艦の、イギリス艦サンタドロテアとして、数年間収益した。 サンタドロテアと環状の物資の売却によって得られた賞金は1800年10月にライオンの乗員たちに支給された。それからほぼ50年後、海軍本部は1798年7月15日の従軍記念略称をもってこの海戦の関係者を表彰した。この略称はナバルジェネラルゴールドメダルとともに1847年、 当時に存命であったすべての関係者を対象に授与された。ライオンはそれから2ヶ月間地中海西部に留まり、最終的にはニザ公爵、トマスサビエテレスでカストロダガマ指揮下の4隻のポルトガル戦列艦の船体に加わった。9月になってニザの船体は東の方に航行したフランス軍の探索のためにネルソンと合流するように命令を受けた。 しかし、マルタの北を航行中に、この船体は、サー・ジェームズ・ソーマレズ艦長を率いる、ひどく損傷を受けた、五層船団に出くわした。この船団は、7隻のイギリスの戦列艦と、6隻の打破されたフランス艦とで、すべてナイルの海戦から帰還するところだった。この海戦は、その年の8月1日に行われた、アブキル湾沖でのネルソンの作戦の締めくくりとして、 こうをうしていた。イギリスとポルトガルの連合戦隊は、10月のアレクサンドリアへ到着まで航海を続け、その地で封鎖を続けているサミュエルフットの戦隊に一時合流した後、12月にマルタに戻って、マルタ沖で新たに編成された戦隊に加わった。ライオンはポルトガル戦隊を追って12月にマルタに戻った。 その後1798年が終わるまで、スペイン海軍が地中海岸の港から出港することはなかった。二度と封鎖を破ろうとしなかったということから、一度は封鎖を破ったと考えられる。1797年7月のサンタクルスでテネリフェの海戦での封鎖突破のことか。この時ネルソンは前年のサンタクルスでテネリフェの海戦での負傷。 それに伴う右腕切断をした後の任務復帰であった。ありがとうございます。